そして3駅目黒崎駅へと移動。赤パンをゲットしたい。私は赤パンね、ゆうかもね、それかこのビヨンビヨンを誰かにあげたい。黒崎駅では3人にあるチャンスが待っていた。あ、チャンスなの？チャンスタイム。お、黒崎チャンス。お、なにこれ。じゃあオープンしていいですか。どうぞ。黒崎は、あ、でもこれ、なんかこれドン、お、ドンキチャンス。ドンキ、お、黒崎ドンキ。そう、このドンキチャンスではあるゲームに挑戦してもらう。1抜けが5,000円、2抜けは3,000円、3抜けで1000円の買い物ができるぞ。そのゲームとはビリビリライター。3本中1本のビリビリを当てたら1抜けだ。はい、じゃあ、せーのに行くよ。怖い、待って待って、うわ怖い、うわもうやだ、もうなんこれ、もうあー無理。あ、3、2、1、はい。いいリアクションするやん。というわけで1抜け坂田が5000円ゲット。続いてビリビリきた名越は3,000円、最後に残った沢亮は1000円をゲット。それではドンキでの買い物スタート。制限時間は15分。聞いたことある声やと思った。あった、サイダーあった、あった。これあれでしょ、買ってファンの人がいたら。なるほど。それで交換って。なかなか手に入らんやつがいいよね、うん。なかなか手に入らないアイテム、赤いパンツを探す坂田。しかし、赤パンがない。まさかの。時間ないよ。赤パンがないんですけども。ここで路線変更し、物々交換用のアイテムを購入することに。これ予算3000円の孫氏はリューチェル風のタイツを探す。さらに1000円のサバリオはまさかの便利アイテムを購入。じゃあ僕から。もう1000円ね、ない、もう自分で作ってしまおうと思い、あら、裁縫道具を定的買いました。困った時の必需品。じゃあ布を寄せ集めてそれを縫っていこうかな。ひたすらストールとかを。孫氏はリューチェル風の美脚ケアのタイツを購入。そして坂田は、坂田、うん、4ケッパで。なにこれ、グリル鍋。赤パンを探しちゃったよね、うん、でなかったけん、うん、あのなんかみんなが欲しそうなやつを買った。これ持って歩かないと。俺と交換してくださいって。それぞれアイテムをゲットし、黒崎駅は終了。夜9時までに着かないといけないからね。今12時、8時から12時だから4時間。4時間でここやばくない？1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 1時間以内、1時間以内絶対に。うわーバタバタやん、やばいね。かなり急がなければならないことが判明した3人。次なる駅は八幡駅。早速物々交換へ。ちなみに俺もう履いてるから。レギンス。ちょっと見せて。はい。おー。いい色。あと白ハーパンをゲットしたらもう。もう脱げるね。うん。そんな孫氏をよそ目に、まずは沢亮があるものに目をつけた。すいませんお母さん。今お時間ありますか？時間はありますけど、何やろう。こちらのカーディガンがですね、僕目に留まりまして、はい、ひとまずジャケットだけでも着てもらうことに。すると結構大きいですね、でも男性。 あれ似合ってるじゃないですか。似合ってるじゃないですか。そうですか、ありがとうございます。いいんですか。いいですよ、私はいい。本当ですか。やった、俺の方が立派でした。ゆったりサイズのカーディガンをゲット。しかしまだマツコは遠い。ここで孫氏が何かを発見。
ちょっと待って、バンダナあった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 、あ、あ、あ、嘘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 、これだけでこっち、あ、駅、駅の中入った、すいません、あの、少しお時間大丈夫ですか、やった、少しだけ、まあ、ブツブツ交換で、はい、ちょっとあの、このリューチェルさんに近づくようにしてるんですよね、はい、そこで、あ、イエス、あの、買ったばっかなんで、そうなんですね、買ったばっかなんですね、すいません、すいません、買ったばっかやった、あ、でもズボン、ズボン、ハー、ハーパン、あ、ほんとや嫌なやつやん、すいません、もう一度よろしいですか、はい、あの、バンダナじゃなくてですね、はい、ハーフパンツを、嫌です、さらに短パンゲットを目指すマゴシ、しかし次々と断られる、このハーフパンツを、いや無理です、それでもめげないマゴシ、短パンめがけて猛ダッシュ、マゴシが目指すはリューチェル風の短パン、僕ら天神アクターといいまして、はい、僕は今このつけているものとこのハーフパンツを交換していただきたいなっていうのが願いなんですけど、あ、これと、はい、交換、あ、いいですよ、別に、うわー、本当ですか、本当ですか、うわー、ありがとうございます、いやー、こんなんでいいんですか、あー、もう全然、約束があるにもかかわらず立ち止まってくれたお兄さん、ありがとうございます、お願いします、いやいやね、これこれあのいやすごい、いやすごい、似合う、似合う、まあ似合う、あ、ぴったり、ちょうどぴったりなんですよ、足のサイズが一緒なんですよ、お兄さんの雰囲気も壊さずに、ありがとうございます、すいません、すいませんすいません、こんなの見せてすいません、そしてマゴシサファリパークの完成です、短パンをゲットしてグッとリューチェル感が増してきたぞ、またもや最後に残った坂田は次の駅に進むため、なんとかブツブツ交換成功、これで八幡駅をクリア、孫氏が着実にリューチェルに近づいているぞ。